こちらが大丈夫です。僕もその時ありましたから。はい、ということで終わりました。どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。前回、いつちょっとシェアしたか忘れちゃいましたけども、その時からまたちょっとブラッシュアップをしましたので、今回はデスクツアーということでシェアしていきたいと思います。でですね、僕の場合は押し入れのスペースの一部分を使って、そこで仕事環境っていうのを構築しています。家の中をすっきりした状態でキープしたいっていうのがあるんです。そうするとすごい思考がすっきりクリアになって、やりたいことだったり目の前にやることにこう集中できるっていうのがあるんで、なので押し入れの一部分をデスク環境にしています。はい、ということで早速デスク環境をシェアしていきたいと思います。まずはですね、一番大事になってくるのがこちらの椅子ですね。あ、ちなみにこの汚い部分は後でシェアします。こちらですね、3年間愛用しているアーロンチェアです。3年前購入したんですけども、その時はお金が全然なかったので、ヤフオクで中古で6万円ぐらいで買いました。新品で買おうと思ったら25万ぐらいしたと思うんですけど、まあちょっとそんなお金なかったので。はい。で、これを買う前は楽天で3400円で買った椅子を使ってたんですよ。で、そしたら、背中がですね、ピッキピキに痛かったんですよ。なので、あ、これまずいなって思ってたんですけど、その時にお世話になっていた社長さんに、ショッピンと、寝るところと、座るところは投資をしなさいっていうふうに教えてもらったんですよ。で、その時は全然意味わかんなかったんですけども、実際まあこれを買ってみましたと。そしたら、それまでピリピリって痛かった背中の痛みが、ピタッて収まったんですよ。そうなので、やっぱりこの座るところっていうのは、本当に大事なんだなっていうふうに思います。もろ仕事のパフォーマンスに影響しますから。そう、なので、この動画を見てくれている人で、なんかその椅子が座り心地が悪いんですよねとか、なんかその集中できないですね、腰が痛くなっちゃうんですよねってなった場合は、椅子を変えるだけで劇的に改善されると思いますんで、これおすすめです。あ、ちなみに別にアーロンチェアだけじゃなくて、普通にいろんなゲーミングチェアっていうのが売ってますんで、とりあえずこの椅子に投資をするっていうのは間違いないと思います。椅子を紹介しましたんで、ついでにこの下の部分を紹介したいと思います。まあ、汚いっすね。まあ汚いんですけども、ここはですね、ぶっ込みスペースっていうところです。臭いものには蓋をするじゃないですけども、とりあえず一箇所にまとめてぶっ込んでおくと、ここのスペースだけはどんなに貧雑に扱っても OK っていうルールを設けて、ここはぶっ込みスペースとしてやってます。そうすると、ストレスないんですよね。そう、とりあえずぶっ込んどきゃ OK みたいな感じなんで、そうなので、整理整頓きちきちやんなきゃって思ってる人はですね、こういったぶっ込むスペース作ってみるとおすすめです。で、実際何がぶっ込まれているのかっていうと、まずこの左にある3つの箱はですね、5年分の財務資料が全部入ってます。レシートだったり売上管理表だったり請求書だったり在庫表だったりっていうのがもう全部ここに入ってます。で、ここが本当にもう究極のぶっ込みスペースなんですけども、これがですね、なんかプロテインシェイクだったり、あとマスクですね、あと最近ちょっと趣味で始めているドローンですね、あとは頭の回転が悪くなってきたなと思ったらこのサプリメントを飲んで頑張るみたいなところもやったりします。スマホサイズの照明がここに入ってたりします。はい、そんなところですね。で、あとは木箱の中には財布だったりパスポートっていう貴重品が入ってまして、こちらにはですね、銀行の通帳だったり印鑑だったりっていうのが入ってます。ただこの箱の統一感がですね、ちょっと今まだブラッシュアップ中なんですね。コメント欄でいろいろなんかこういう箱がいいですよっていうコメントをいただきましたけども、まだちょっとすいません、忙しくて見に行けてないんですね。そうなので、本当はせっかくいただいたコメントをちゃんと実行を移したいんですけども、それがちょっと後回しになっちゃってます、すいません。はい。で、こちらはですね、カバンですね、こういう感じで置いてるんですけども、はい、こうやってぶっ込んでます。がっつり紹介しちゃいましたけども、正直あんまり見られたくないというか、そう、忘れてくださいっていうスペースですね。はい。そして上なんですけども、上はこんな感じになっております。まず右側から行きたいんですけども、まずこれはですね、無印さんから出ているアロマディフューザーです。はい。なんでこれ、ここに上に置いてるかっていうと、こうやっておくと、この霧がこう下がって、ここがちょっと濡れるんですよ。ちょっとじゃ今も若干湿ってますけども、こんな感じで濡れちゃうんですね。なので、基本的には上に置いときたいという感じです。で、これはですね、IKEA さんで買ったケーブルボックスです。上に充電しているものが、AirPods Pro と Apple Watch のシリーズ5ですね。こちらを充電しています。
こんだけごちゃごちゃしたものが机の上にあったら相当集中力遮られちゃうので、でもこのケーブルボックスは本当に買ってよかったなって思うわけなんですけども、このケーブルボックスの中に、ここですね、ここにスマホを入れてます。ミニマルでめちゃくちゃ気に入っていた iPhone7 の電池の消耗がめちゃくちゃ激しくなっちゃったので、この11に変えたんですけども、やっぱもうこれが四角に入るだけでインスタだったりツイッターだったり、なんか通知来てないかなとか連絡来てないかなみたいなのが気になってしまいます。そうなので僕はこのボックスの中に入れておいて、取り出しにくくしています。目に見えないところに置いても存在は気になっちゃうんですよね。でもこうやって取り出そうと思ったら箱を開けてこうやって取り出すっていう手間がかかるんですよね。そうすると一歩踏みとどまることができるので、作業に集中できると、まあ、そんな感じでやってます。あとこの中にはこういったものも充電しています。これ何かっていうと、こうして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 、っていう感じで楽しんでます。で続きまして真ん中に行きたいんですけども、家の中で作業するときは iMac を使っています。 21.5 インチの2019年モデルです。プロセッサーは Core i5 の6コアタイプ、メモリは8ギガを積んでいます。興味ない人からしたら呪文に聞こえると思いますけども、はい、僕はこのパソコンを使っています。でショッピーのお仕事カフェのコンテンツをアップしたり、コミュニティの人たちと連絡を取ったり、そして動画編集をしたり、まあ、もろもろここでやっています。この動画を見てくれてる人の中で、家の中でリモートワーク、在宅ワークやってますっていう人もいると思いますし、家の中でひたすら勉強やってますっていう人もいると思います。で、僕もその自粛期間中は3ヶ月間ですね、その家の中でずっと作業しましたけども、そしたら、めっちゃマンネリ化したんですよ。そう、アイデアが全然浮かんでこないとか、めっちゃストレス溜まるみたいな感じになっちゃいました。なので、まあ、多少は気持ちの切り替えをする上でも、ちょっと外でノマドをするっていうのも大事だなっていう風に実感しました。そうなので、それ用のパソコンっていうのも今持ってはいます。そうなって、これはまあ外で作業したりとか、あと出張先で作業したりとかっていう時に使います。はい。でこのパソコンの裏に SD カードだったり外付きハードディスクだったりっていうのをここにぶっ刺してます。裏はごちゃっとしてるんですけども、こうやって見てくれの部分はすっきりさせてます。そしてこれは N ゲージっていうやつです。こうやってレールの上に置くと自動でポツポツって走るやつなんですけども、これを置いています。でなんでこれ置いてるのかっていうと、ノートにメントレしてたんですよね。その幼少期にやりたかったけどもやり残してきちゃったことは何かなっていうのを書いてたんですけども、その一つにこうやってプラレールじゃなくてもうちょっとガチなこういう N ゲージを買うっていうのがあったんですね。そうなのでこれをちょっと買ってみました。そう、理解できない人からしたら何言ってんのっていう話だと思うので、もし詳しく知りたい方はですね、再生リストに心が軽くなるメントレっていうのがありますので、そこをぜひチェックしてみてください。最初これを置き始めた時はなんか気が散っちゃうんじゃないかなって思ったんですよ。なんですけど実際置いてみるとちゃんとリフレッシュできます。めっちゃいいですこれ。そうなので、まあ別に N ゲージをおすすめしてるわけじゃないんですけども、そういった自分の心がワクワクするようなものを置くっていうのは大事だと思います。そう、そして最後こちらですね、紹介していきたいんですけども、これはですねイエティさんから出ているブルーマイクロフォンっていうんですかね、です。最近は音声コンテンツも撮り始めてます。映像の場合は視覚と聴覚のその2つのコンテンツがあるんで、まあ音が多少悪かったとしても問題ないんですけども、ただ音声コンテンツになると音だけの情報になるじゃないですか。そうなのでそこの質はしっかりと上げていきたいなっていうふうに思ってこれを買いました。そうなんですけど、まあ実際は音質よりもやっぱ喋りの部分だったりとか、そのトーク力っていうのがあるんで、まだそこはちょっと全然足りないんで、もっと磨かなきゃいけないわけなんですけども、喋りが自分下手なんで、それを少しでもカバーしてくれたら嬉しいなということで今これを使っています。結局再生するのはスマホだったりするので、まあそこら辺はちょっと分かんなくてもいいと思うんですけども、まあ自己満足だったりしますね。うん、うわー最後盛大に噛んでしまった。まあやっぱトーク力磨きます。はい、という感じでシェアしていましたけども、いかがだったでしょうか。そう、今回こうやってお尻デスク紹介していましたけども、まあ、一応デメリットもあるんです。そう、それ何かっていうと閉塞感ですね。ちょっと狭いというか、なんか息苦しくなっちゃう時がたまにあります。そうなのでもうちょっとこれが広かったらいいななんていうふうにも思うんですけども、まあ、でもこれのおかげで部屋をスッキリ空間にキープできてるんで、まあいいかなという感じです。そういうアイデアもあるんだねっていうふうに参考になってもらえたら、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、今回はデスクツアーの紹介でした。はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。
キルを身につけて経済的に身軽になろうっていうショッピングのお仕事カフェっていうコミュニティが9月28日から無料スタートしますので、興味がある方はですね、概要欄のリンクからチェックしてみてください。